に気にしてしまわが起きますよ。ケットラ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ケット小賀店店長の岡部です。本日はピートの担当させていただきます長友です。よろしくお願いします。ではオーナーの岩上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこちらのトラックのリアバンパーの移植になります。社長号、真ん中はスペアっていう感じの、あ、はい、社長号2台、まあ、そう、あ、リアバンパーをそっちにつけて、はい、そっちのリアバンパーをこっちにつける。あ、変えるんですか。そうっす。へぇー、わぁ。本日はですね、こちらのリアバンパーを外しまして、もう一点、こちらのプロフィアの方に取り付けするような形になります。扇風機で一応、まあ、大体30分ぐらいで乾くかと思います。今日はここら辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。全部まとめて外しちゃうと、どれがどの配線か分からなくなってしまうので、元の配線に戻せるように配線の区別をしているところですね。この中の下から、この中から2個入ったんですけど、これ横から針を刺さっていただいて、今回はあちらのバンパーは穴開いてるので、このフレームの方に穴開けて、穴開けて、穴とこのように、また開けて。せーの。蓋はされるんですけど、水が入る恐れがあるので、こういう端子の根元のところですね、水が入ったりすると電球が切りやすくなったり導炎の原因になるので、配線を下側に流してから上に戻して水に浸からないように配線をしています。
入ってます。はい。はい、軽く手前いいか。もともとついてる車の車種は違いますので、そこの寸法とかいろいろ電気関係とか細かいところがいろいろとやっぱり違う点がありますので、そこが一番大変でしたね。今回外したバンパーはもう一台の車の方に分岐点いたします。すごい、上には商品がたくさんある。訴えかけるように展示してる。釣れるとこは釣る。中がレジスターなんで節約しない。消費しまくり。今日はここまでです。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ではさよなら。ここでジェットのおすすめ商品を紹介します。こちらピザテンテールって言って、こういう感じで光ります。他にもこんなにたくさんのテールが置いてあるので、ぜひ見に来てください。じゃあねー。